野田信弘は、日本の実業家。オービック代表取締役会長。2021年のフォーブス長者番付で世界727位、日本11位。保有資産額は2021年7月時点で、44億米ドル、奈良県宇田郡室村生まれ。1957年に、奈良県立灰原高等学校を卒業後、近畿日本鉄道百貨店部。 ついで、東京オフィスマシンに勤める。この間、1961年に、関西大学経済学部を卒業。1968年、妻と共に大阪ビジネスカンパニーを設立。カナダのラバル大学で芸術及び科学の学士号も取得している。アメリカの経済誌、フォーブスの世界長者番付に名を連ね、2021年の世界長者番付では、 資産総額が約4740億円で世界727位、日本11位とされた。また、2019年5月に、ドナルド・トランプ大統領が、日米首脳会談のために、来日の際、安倍晋三首相と共にゴルフを行った、モバラ・カントリー・クラブを保有している。日本中央競馬会の場所でもある。2002年より、個人名義の競争馬の所有権を、 自身の資産管理会社である、株式会社ダノックスへ移し、以降は、会社名義で活動。2005年にセレクトセールで、搭載場を2億1000万円で落札するなど、高額場を多数購買している。2010年の NHK マイル G ーをダノンシャンティで制し、馬主として、GI 初制覇。また2006年以降、オリビエ・ペリエ騎手が、中央競馬で、 半径紙免許を取得した際に、身元引き受け場所となっていた。勝負服の柄は白、赤一本輪、赤袖白一本輪。冠名は、ダノンを、馬名戦闘に付ける形で使用している。妻でオービック取締役相談役である、野田水希も、ミッキーの冠名で活躍する場所で、主な所有馬にミッキー・アイル、ミッキー・クイーン、ミッキー・ロケットがいる。主な所有場太字は、 GIQ 競争、ありがとうございます。